エドモンド・セリロンシャンエドモンド・セリロンシャンは、ベルギーの政治家、昆虫学者である。トンボなどの研究者として知られる。パリで生まれた。ベルギーの裕福な貴族である。家庭で教育を受け、大学教育を受けなかった。10代の頃から鳥や動物に興味を持ち、18歳の時にリエージュの昆虫に関する論文を発表した。1837年に、ベルギーのトンボ、 カゲロウの目録を発表した。裕福な資産で大量のカゲロウなどのコレクションを作り上げ、このコレクションはブリュッセルの王立ベルギー自然史協会で保管されている。1845年にドイツの生物学者ヘルマンハーゲンと知り合い、ヨーロッパの主要な昆虫学の著作の修正を行い、レビューでお伝えツを出版した。世界中のトンボ、カゲロウ。 ヨーロッパのバッタ類の研究を行った以外に、鳥類学者としても知られる。政治家として、ベルギー議会のリエージュ州のワレンムの代表となり、1855年に上院議員に選ばれた。1880年から1884年の間、上院の議長を務めた。ありがとうございます。